大宮アルディージャ41番家永輝です。11番バンドリージです。よろしくお願いします。どうも、はい、こんばんは。こんばんは。まあ、結構この YouTube 見てますけど、見てんの？はい、見てます。見たことないな。結構なんかハードル上がってるらしいんですよね。マジで？でもまあ俺は、そのハードルをね、みんなちょっとお笑いで、なるほどね、攻めてるんで。なるほどね。僕はビシッとやっぱり、なるほど、ね、関西人やから。そりゃそうやな。締めないから。そりゃそうやな。まあさん、どうですか？え？大宮アルディージャ来て。いや、楽しくやってるね。すごい。あの、思いのほか、やっぱ、来る前さ、はい、結構お前に相談してたやん。はいはいはい。どういう風な感じで入ればいいか。はいはいはい。どう？その辺は。そうですね。うん、まあ、俺もなんか予想以上にみんな、バンさん、うん、まあ、いじったり、うん、軽くいじったり、まあなんか、ちょっと、なんていうんですか。うん、あの、扱い方がね、バンさんの扱い方のね、俺がちょっと説明せなあかんのかなって。みんななんかやっぱ上手いことやるから。いや、確かにね。なんか、うん、えらいスムーズな感じがします、ね。ありがたいね、それは、ね、うん。もっとなんかね、なんか、うわ、ややこしいやつ来たぞと、うん、あの、うるさそうなやつが来たぞと、うん、警戒されるのかなと思ったら、うん、案外みんなね、確かにね、嬉しいよね。 そんなにあれですもんね、うん、なんか、まあ言ったら一番最年長じゃないですか。うん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 。そやけど別に、うん、そんなに、うん、めちゃめちゃ上っぽい雰囲気もないですし。そうやね、うん、まあやっぱ俺も上手いんちゃうか、その辺は。結局自分こういうところっす。いやまあでもお前がおるからやで。そうですか。うん、いやほんまやっぱ俺の力。いや、やっぱお前の力。いやほんまもう大宮といえばもう家長ですから、もうこれはもうほんまに。でもね、去年だ、結局、まあ俺がそのまあ話大宮からもらった時も結局秋にはどうするとか聞かんかったもんね、その俺が行くとかもね。確かに確かに。やっぱ秋は秋のこうね、決断っていうのを俺はもうどうするんかなっていうのを楽しみにしてたから、うん、だからそのドイツに年末行った時ぐらいに、はあ、なんか残るか残るみたいな話を聞いたよな。ああ、そうですね。そうやな、はあ、うん、メールでね。そうやな、はあ、うん、どうすんねんみたいな感じで言ったら、はあ、まあめったにメールは返ってこへんけど。いやいや、返してるじゃないですか。いや、まあ、返してるじゃないですか。いや、その辺はね、はあ、いや、いやでもここ来て思ったけどね、はあ、まあ、ちょっと話は変わるけど。変わるんですか？そっから変わります？成長したな、お前な。そうですか。いや、ほんま思うで。いや、バンさん、ん、今年29っすよ。いやいやいや、ほんまそうやな。で、初めて会ったのが19ぐらいの時やから、うん、いや、成長したと思うわ。お前のね、いろんな成長をね、俺はね、いろいろまざまざと近くで見て、あ、やっぱ人って成長するんやなっていうのはね。いや、そんなん言い出したらもうバンさんの方が成長してるでしょ。そう？どこどこ？やっぱりもうコーチバリのコーチバリのあの選手の育成しかり、あとコーチを手玉に取るかのようなあのトーク術。いやいや、でもね、まあみんなやっぱいいやつらやね。いや、そうですよ。なあ、言ってたでしょ。いや、言ってた言ってた。秋がほんまみんながええやつらすぎて、その、うん、俺がこうもう馴染めへんのちゃうかっていうのを言ってたから、うん、まあだからそれがちょっと心配やったんやけど、うん、いやほんまよかったよ、すんなり入れて、うん、まあまだあれっすもんね、大宮の町やし。そんなんすもんね、町はな。サポーターの人はもう結構やっぱり、あの、大宮の町どうとか聞いてきますからね。好きな水けど。いやいや、ま、いいよいいよ。いいっすか。うん、大宮駅がね、あんなに大きいとは思わんかったね。あ、俺もそれ言いました、同じこと。あ、そう。で、何でもあるでしょ。何でもある、はい、うん、人もめっちゃ多いし、いや、ええとこやわ、ほんま。なんか電車とかもめっちゃいっぱいいろんな線が走ってるし、うん、なんか、鎌倉とかも行けるらしいで。いやいや、大宮ちゃうやん。大宮の良さちゃうやん。いやいやいや、確かにそうやな。なんでそれ、なんで鎌倉の話で。いや、俺は鎌倉行きたい。俺は鎌倉行きたい。確かに俺もでも大宮来てやっぱいいとこって、うん、まあ東京も近いですし。そうやな。まあスカイツリーも見れますし。え、東京だ。スカイツリー見えるの？どこで、ね、どこでスカイツリー見えるの？いや、なんか福ちゃん曰く、うん、大宮からなんか富士山とかも見えるらしいっす。いやいや、それはないやろ。いや、これほんまっすよね。あ、そうね、富士山見えるんですよね。富士山、はぁ、大宮のいいところではないんですけどね、結局は。いや、大宮のええとこやろ、それは。
だって富士山が見えんねんから、どこにも近いっていうね、うん、関西から富士山見えへんもんな、確か。いやこれね、どっか、いや、どっから見るつもりなんですか。これはでもね、俺はね、これはええなって思うのは、うん、いや別にええってことはないけど、うん、氷川神社ね、あ、参道が、はいはいはい、2キロあるらしいから、これ日本で一番やれてたから。え、それあれでしょ、聞いたそのままの情報で聞いたそのままの情報で神主さんが言うてたから。確かにでも、うん、僕何回か行きましたけど、うん、じゃあ公園もあって、うん、動物もいるんですよ。氷川神社、氷川神社の奥に大宮公園つながってるんですよ、ほぼ。あ、そうなの、はい、めっちゃいいですよ、人もよ、あんまり普段はあんま多くないですよね。いや、これはね、うん、これはもうサポーターみんな聞きたいと思ってるわ。俺はもうね、うん、来て何回も言われてる、はい、家長さんは、うん、クールやクールや言うてそんなお前がクールとか俺はもう知らんけどな、そんなクールなところ。まあ確かにでも、うん、メディアとかの対応とかなんやら見てたらちょっとクールな感じがするから、うん、まあやっぱそうクールで押してんのかなっていうのは思うんやけどな。どう、自分自身ですか、うん、全然押してないですよ。そうな、ああチームメイトもクールやんま出ないです。いやいやいや、チームメイトはな、うん、結構あれやけどな、うん、でもなんか記者とかにも言われるのよね、うん、家長さんといえばクールですよねみたいな。いやいや、そうか、クールビューティーですから今流行ってる。いやいや、ほんまやな、いや確かに、いやいや確かにな、いやでもお前ほんま成長したよ。ありがとうございます。いやほんまサポーターさんで言うといてください、ちゃんと。いや、家長ほんま成長しましたよ。プレーもさることながら人間としてやっぱりね、やっぱ一段と大きくなって、それはもう俺はほんまめっちゃ嬉しいっすわ、うん、ちょっと今な結構もう喋ってるんでさ、じゃあ最後バーンさんといえば、うん、ゴールした後に、うん、お締めるやつあるんで、最後それでじゃあお願いします。やっぱね、こういうところがいいよね、やっぱさすがよお前。これ多分スタジアムでもね、うん、あ、そう、スタジアムでも今シーズンよく見かけるか、ね、今シーズンね、よくやりますから、はい、ガンバ時代からこれやってますから、はい、とりあえず、僕はゴール決めて、まあ多分その時はちょっとできひんねんけど、試合終わった後とかに、はい、1,2,3 バーンっていう、はい、まあ、お決まりのやつがありまして、はい、まあ、それはまあ、アントニオ猪木さんの 1,2,3 ダーを、まあ、いただいたというか、はい、ね、やったもんね、ガンバの時ね、はい、俺ビンタされたから、はい、で、ちょっと 1,2,3 バーンっていうのがあるんですけど、やっていいですかっていうふうに話したら、はい、いいよやってって言われたから、あんまり似てないあんまり似てないですけど、いいよやって、それは似てますね、似てた、それは似てますじゃあそれをやります。まあ、行くぞーって言うわけですね、ここで、はい、行くぞーって言ったら、はい、どうすんの、おー、あ、そう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 、ほんで1,2,3バーン、これをね、みんなでやりたいね、はい、え、これ、今しもうこれ、こうやるのっていう説明か、それとも今閉まったんですか、どっちがいい、いや、もう一回、じゃあ最後バーンで最後もう俺の人なら、バシッとね、はい、うん、お前もじゃあやってくれよ、はい、うん、俺も1って言った方がいいですか、いやバーンだけでいい、いやいや、一応ね、みんなやっぱやってほしいから、あ、そうなんですか、うん、じゃあ全部やるんですか、うん、はい、いくぞー、あー、いやでも、行くぞって俺が言ったらお前は王、俺王って言ったらおかしいよ、そうですか、オッケーです、行くぞー、あー、ちょっと早いな、早いですか、もうちょっと置いてくれ、やっぱ行くぞー、あー、1,2,3 バーン。